るのがすごい楽しみにして、泣いてくれる方もいて、もう私たちももらい泣きしちゃってて、嬉しかったです。それは、やりがいがあります。その時に実感しましたね。なんかそのコース来てよかったって人が泣いてくれて、もうそれは嬉しかったです。ワンちゃんも頭をちっちゃい頃から使うと、これから大きくなっていくにつれて、すごい、なんだろう、考えて育つようになって、一緒に自分も成長できるような勉強の仕方はいいかなって。どうしてもこう人間と犬じゃ生活環境が違うじゃないですか。でそれを間に入って手助けできて、そのワンちゃんとあの飼い主さんとの距離が縮まってっていう、もう大事です。一番コミュが大事だと思う。もうやっぱりコミュニケーション取るんで、毎日こうやって学校で叩いてくれるというか、もう体で表現してくれるんで、コミュは大事だと思います。来月の検定頑張るぞ。もう一度目。